皆さんこんにちは、あっちこっちよっちです。はい、ということで今日はですね、皆さん大好きな心理テストのコーナーでーす。あー、今日はゲストをお呼びしております。それではゲストをご紹介いたします。えっちゃんでーす。いつも通りやー、こんにちは、えっちゃんです。明日から使える心理テスト5000いきます。No.1、 あなたの家の前にゴミ袋が置かれていました、うん、数はいくつある？ありますか？想像でいいですよ。1個。1個で大丈夫でしょうか？答えは、ゴミ袋の数は、うん、あなたの周りにいる敵の数です。家の前にあるゴミイコールあなたが目障りだと思っている部分です。じゃあ次いきます、うん、No.2、 ショッピングに行く途中、はいはい、転んじゃいました。そんなあなたを助けてくれたのは誰？はい、ということでここは知り合いで、かっこ知り合いで。なるほど。皆さんも考えてくださいね。絶対に会わないであろう人しか思いつかないんですけど、まあここは、いや、まあ知ってる人なら誰でもいいですよ。直感、私たちの会社の、まあ私たちの上司にあたるという方がいらっしゃいまして、まあその方がパッと思いつきます。ああ、なるほどなるほど。これね、ちょっと深い。その助けてくれた人は、うんうん、あなたのこれからの人生にとって重要なきっかけを与えてくれる人です。深い、はい、それでは次いきます。 No.3、 道端を歩いていると鍵が落ちていました、はい、その鍵はどの方向に向かって落ちていましたか？はい、これは選択問題でございます。1番斜め、2番横向き、横、3番自分と反対向き、4番自分の方向。さあ皆さんも考えてください。今もうね、私は直感的にこうやって演技してたら斜め向いてます。じゃあ答えの方いきます。これはですね、お金の使い方がわかります。あら、1番選びましたね。はい、1番。1番はお金にだらしないでございました。恥ずかしい。1番お金にだらしない、2番多少ルーズ、3番管理に厳しい、4番金庫にお金を入れるタイプ。私そんなことないと思うけどな、まあたまに。 No.4、 あなたの目の前に、はい、ルックス、性格ともに、はい、ほぼ完璧な同性の人が現れました。あら、しかし欠けている部分があります。何が欠けているでしょう？同性です。まあえっちゃんで言ったら、まあ女の子がスタイル完璧、もう顔も全て性格も完璧、もう完璧すぎて、その人は完璧なんですけれども、うん、何が欠けていると思います？それはちょっと想像で。欠けている部分、はい、決まりました。決まりましたか？さあ皆さんも決まったでしょうか？えっちゃん、その人に欠けているところはどこでしょうか？時間に余裕がない。時間に余裕がない。はい、その人に欠けている部分は、うん、あなたに欠けている部分です。えっちゃんが、いや性格優しくない、うん、とか言い出すと、うん、それはあなた自身ですよということでございます。あ、なるほどね、うん、ラストです。あなたはパン作りを始めました、うん、パンが出来上がりましたが、はい、出来上がったパンを一言で表現するとどんな感じですか？でかい。あー、なんか大きいクロワッサンみたいなイメージです。大きなクロワッサン。大きなクロワッサンです。じゃあ外見は大きいってことですか？大きい。それでは答えいきましょう。答えは、あなたが人から見られたいと思っている姿です。大きいと見られたい。ということで、明日学校ですぐ使えるものなので、ぜひクラスでやってみてはいかがでしょうか？この動画が面白かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。はい、退場してください。はい、速やかに退場、速やかに退場してください。はいはいはい、さよなら、さよなら。